こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。ってことで1位筑波田川か。行ってみましょう。ここで勝つと一気に差が詰まります。まだクルミは2周出場できないのか。成績順位表5点差ですね。これ勝つと2点差に縮まります。絶対勝ちましょう。との公式戦です。よっしゃー、そしてやりました。まずはリードです。いいパスでしたね。キーパーの横をうまく抜けていきました。偵察つくと相手は攻撃的に陣になるんで、あ、これはいけません。受けてしまった。危ない。おっと、やばい。コーナーキックになってしまった。うまいな。でも彩香が、おっと、あー、入ってしまった。全然追いつかれました。相手が上手かったな、これ。ピックサイドに展開してくる。伊勢崎な。1位が待っていました。あ、ここで負けたらもう終わりですね。引き分けでも結構厳しい。自力では絶望的です。何やってんの？で、だから勝たねばなりません。ちょっと勢いがすごすぎた。こちらもあのゴールキックになります。
さあ、スーッと、キーパーのタイミングが合わなかった。だが、コーナーキックを手に入れました。エリカ。決めろ。オッケー。再びリード。2対1。窓から決めましたね。さあ、エースくるみのいない中、エースストライカーくるみのいない中、2点を取って頑張っております。もう前半終了直前、ラストチャンスとなられて、ここで前半試合終了です。エリカが疲れてるがどうするかな。エリカは中盤の強化の方が大事ですからね。これはすごく強いな。マドカと交代させます。さあ、今の状況です。一回疲れてる選手が3人いるな。さあ、最後チャンス。OK。2点差になりました。1対1を状況をキーパーすり抜けてやってくれました。さあ、ここでですね、交代です。ナナコとサツキか。相手は絶対攻撃的布陣に切り替えていくでしょうからね。中盤強化です。筑波だから結構疲れてる選手増えてるな。まあ、元まだ1人しかチェンジしてないんで。疲れてると断崖するの危険です。いいですよ、完全にいいペースだ。相手はかなり疲れている。エリカがでかい。エリカ、これはオフサイドか。もう一回はなかった。いろいろクリアしていったのが良かったですね。相手を満身創痍の中、しっかりなんか牙を向いてきます。危ない。開かない。このもうほとんどスタミナ残ってないんですけどね。あーっと、取られてしまった。ここまで、これ周囲の強さですよね。嫌だ、必死のクリア。相手のキーパーに当たります。ゴールキックになります。さあ、時間が刻々と過ぎていく。アディショナルタイムは1分。ボールをスローインですね。試合終了。なんとか逃げ切って
首位筑波大学に勝利。前半16分、さあ、エリカを上がった。両手に追いつかれてしまいます。分かったです。逆サイドに展開して、そこ打ち入れ、打ちがすごい待っていた。ここコーナーキックになります。コーナーキックエリカからまどかのヘディング、再び勝ち越しを、勝ち越しになります。さらに後半7分、いいパスが通って1対1になったところ、サーがしっかり決めましたね。さあ後半27分、1回はバーに救われたんですが、さらに押し込む中野。相手のスタミナはかなり減る中、かなりこの投手残ってるんだと思いました。さすが首位チームです。これは危なかった、一瞬の差でしたね。タイムアップ、またなんとか守りきりまして、これで勝利です。課題追加です。さあこれで2点差ですね。逆転十分可能な位置になりました。さあ筑波大学に初めて黒星つけさせましたね。 今シーズン2位をキープです。3位にはいます、大阪が迫っております。これも3点差、キャピタル東京、この辺までは今日強いですね。4チームが競ってますね。試合日程見てみると、次は5位のエルダード欧州ですね。キャピタルと、その後はキャピタル東京、ディマス大阪と強豪が続きます。大事な試合が続いていきますね。しばらくは優勝まだ可能性がある、頑張っていきましょう。あと切り身を一周で持ってきますからね。ないですね。次が部屋から復帰、これでエルガード欧州戦に臨みます。中
かなかやっぱり能力上がりにくいですけど、そう言っても、以前に比べて全然 A が増えてきましたからね。強くなっているのがわかります。さあ、次回エルダード欧州。は強豪チームだったんですが、かなり弱体化してますね。ただやっぱり裏は気持ちしっかり勝っていくことを守りたいと思います。ということで今回はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、ブログ、ツイッターもぜひご覧ください。ツイッターのフォローお願いします。プレイリスト、プラスボタンでブックマークできるようになっております。ぜひ、こちらもお願いします。プレゼビートアーをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。